ジョン・オーウェン・ジョーンズは、イギリス、ウェールズ生まれの俳優、歌手である。ミュージカル、レ・ミゼラブルのジャンバル・ジャン役や、オペラ座の怪人のファントム役として知られている。1971年、ウェールズ、カーマー・アーゼンシャーのバリーポートで生まれる。地元のラネリ・ユース・シアターに所属した後、19歳の時に、ウェールズを離れ、ロンドンのロイヤル・セントラル・スクール・オブ。 スピーチドラマで演技を勉強し、1994年に卒業した1995年、ノースヨークシャーのハロゲート劇場で上演されたベニスの商人でプロの俳優として初舞台に立った。また、ウェストヨークシャー、リーズで上演されたサウンド・オブ・ミュージックなどに出演した。9月からロンドンのナショナル・シアターで再演された、 スティーブン・ソンドハイム作詞作曲、ジュディ・デンチ主演のミュージカル、リートル・ナイト・ミュージックには、リーベス・ライダー役で出演した。クロード・ミシェル・シェーン・ベルク作曲のミュージカル、レ・ミゼラブルでは、ウエスト・エンドで、アンサンブルやバルジャン役のアンダースタディを経験し、10月に、ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホールで行われた、レ・ミゼラブル10周年記念コンサートには、コーラスとして参加した。 1998年には、ウエストエンド史上最年少の26歳で、バルジャン役として出演した。2000年には、ロンドン、リージェンツ・パークの野外劇場で上演された、ペンザンスの海賊や、カラ騒ぎに出演した。2001年8月から2005年2月には、ウエストエンドのハーマジェスティーズ劇場で、アンドルー・ロイド・ウェバー作曲のミュージカル、オペラ座の怪人のファントム役を演じた。 6月からは再び、ウエストエンドのクイーンズ劇場で、レミゼラブルのバルジャン役を務めた。その途中、2006年6月に、ロイヤル・アルバート・ホールで再演された、ミュージカル、ショーボートに、ゲイロード役で出演した。再びクイーンズ劇場で2007年10月6日まで、バルジャン役を務めた後、ニューヨークへ行き、 10月23日から2008年1月まで、ブロードウェイで同役を演じた。2009年12月から2010年10月2日には、レミゼラブル25周年記念、新演出 UK ツアーでも、同役を演じた。10月3日に、ロンドンのオーニーアリーナで行われた、レミゼラブル25周年記念コンサートのフィナーレでは、歴代バルジャン役を代表する俳優として、アルフィ・ーボー。 コルム・ウィルキンソン、サイモン・ボーマンと共演した。同年11月から2011年12月には、再び、ウエスト・エンドで、ファントム役を演じた。その途中、10月にロンドン、ロイヤル・アルバート・ホールで行われた、オペラ座の怪人25周年記念公演では、フィナールで、歴代ファントム役を代表する俳優として、ラミン・カリム・ルー、コルム・ウィルキンソン、アンソニー・ワーロー。 ピーター・ジョ・バックと共演した。2012年2から9月には、オペラ座の怪人25周年記念、新演出 UK ツアーで、ファントム役を演じた。2015年3から4月には、ロンドンコロシアムで上演された、ソンドハイム作詞作曲のミュージカル、スイーニー・トットのピレリ役として、ブリンターフェル、エマ・トンプソンらと共演した。同年月から年月には、再び、 ウエストエンドで同役を演じた。ファントム役はウエストエンド最多である約2000回の公演に出演している。3から9月には再びブロードウェイで、11から12月にはドバイのドバイオペラでレミゼラブルのバルジャン役を演じた。2017年2から4月にはオフウエストエンドのザ・アザ・パレスで上演されたミュージカルザ・ワイルド・パーティーに出演した。5月には 南アフリカ、ケープタウンのアートスケープシアター。11月には、ウェールズ、カーディフにある、ウェールズミレニアムセンターで上演された新作ミュージカル、タイガーベイザムシカルに出演した。2018年8から9月には、東京の東急シアターオーブで上演された、ケンヒル版、オペラザーの怪人にファントム役として出演した。2019年8から11月には、 ウエストエンドのギールグッド劇場で上演されたレ、レミゼラブル・ザ・オールスター・ステージコンサートで、アルフィ・ーボート日帰りで、バルジャン役を演じた、ソロコンサートミュージカルコンサート舞台、ソロアルバムキャストアルバム、ありがとうございます。